ハンドスピナーですね。ハンドスピナー。そうです。大丈夫じゃん。あ、これは入れていいのか。入れていいやつです。オープニングは大丈夫です。あった。お兄さん、はい。形の引いてるんですけど、やば。マジもあるじゃん。普通に笑ってもらってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ。FEC チューンド 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 FEC チューンド。はい、どうもクーターシンカです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あのね、はいよ。病気って俺嫌だなって思う。重みがあるね、言葉にね、うん、病気。あ、俺なりたくない病気があるんだけどさ、うん、ナンバーワンでなりたくないやつ。一番なりたくない病気が胃腸炎。重みがあるな。胃腸炎って俺死に、俺、うん、ならない方がいいなって思うわけよ。そうだよね。で、うん、胃腸炎って3種類あるわけさ。3種類、あのウイルス性胃腸炎と、ウイルス性、細菌性胃腸炎と、ストレス性胃腸炎ってあるんだけど。3つあるんだ。そうそう、ウイルス性胃腸炎は、うん、文字通りウイルスに感染してなる胃腸炎だわけさ。はい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 。で、感染力がすごいわけよ。なるほどね。ウイルスだから。ウイルスはすぐ人にうつるわけさ。はいはいはい。でも潜伏期間が短い。なるほどね。2、3日で治るわけ。すぐ治っちゃうやつだ。そう。おう。で、細菌性胃腸炎は、うん、文字通り細菌に感染したらこれなるんだけど。お、細菌だから。細菌性胃腸炎はよ。うん。人にうつらないんだけど、お、潜伏期間がちょっと長いわけよ。なるほどね。5日間から7日間。おー、結構かかってるね。結構かかるんだよね。長いね。で、ストレス性胃腸炎は、文字通りストレス？ストレス？いろんな現代社会、いろんなところにストレス抱えてるでしょ？うん。そういうストレスね、うん、いろいろ受けちゃうと、うん、こう胃と腸が壊れちゃって胃腸炎を起こしちゃう。文字通りですね。そう、でもきついんだよね、それぞれね。そうだね。胃腸炎にだけはなりたくないなと思いました。うん、どうもありがとうございました。待って、みんなと。何？今オープニング漫才、うん、胃腸炎の紹介しかしてないから。漫才っていうのはほら、ボケとかツッコミとかがあってから成り立つ、うん、なんかもっと笑えるようなこと言わないと。そんなしてプレッシャーかけんで。プレッシャーとかじゃないさ。ちょっと漫才って銘打ってるんだから、それやってやらないと。ちょっとなんかもうお腹痛くなってきたな。ちょっとなってないよ、みなと。ストレスだな、これな。ストレス。いきなり。みなと。病は気から。違うわけじゃないですよ。クーター進化の。集まれ、ワッター進化。はい、どうもこんばんは。クーター進化です、はい、お久しぶりです。お久しぶり、やっと久しぶり。久しぶりですね。安心感がすごい、はい、いやいや、相対しないよ。相対したいよ。相対したいよ。やまだちょっとやばいからね。いや、6キロ痩せたから。おい、 6? 6キロ痩せたよ、お前。6痩せたの？6痩せたわ。やばいでしょ。ですね、うん、いろんな人からですね、お帰りなさいとか。嬉しいね。復活、加古さんね、こんばんは。うん、みんな待ってくれてますよ。いやー、ありがとうございますね。どの復帰を。お久しぶりです。お久しぶりでございます。急性胃腸炎にかかっちゃいまして。先週の日曜日。久しぶり、はい、いやー、本当にあのですね、うん、まあ、僕が留守でもすごい盛り上がったらしくて。いや、もう本当疲れた、よかったなと思ったんですけど。10倍ぐらい疲れてる。マヤさん、ありがとうございますね、うん、やつれたっていうか、でもちょうどよく なりましたよ。体重的にも健康的な体重になりました。ああ、そうなんだね。健康的に、まあ、標準っていうか、別に前も普通ではあったけど。俺どんだけダイエットしても痩せないんだけど、胃腸炎だった方がいいのかな。ああ、おすすめです。おすすめダイエット法として。いや、いいですね。いや、ただね、うん、まあだいぶ、いや、よくはなりましたけどね。はいはい、はい。まあ、僕だからさっき胃腸炎3つほど紹介しましたけど、うん、俺がなったの多分細菌性胃腸炎。ああ、そうなんだ。潜伏期間が5日から7日。結構長かったもんね。で、先週の日曜日にかかったんで、もう1週間経ってるんで、うん、もう一応もう完全復活ではあるんですけど。よかった、よかった。いや、最初の3日間ぐらいはもう俺、本当に地獄で、うん、もう、のた打ち回ってましたよ。のた打ち回ってたんだ。のた打ち回りまくりですよ。一応かかり始めを見てたんだけど、はい、あんなきつそうな港は初めて見たなっていうぐらい。あのね、風邪の症状だわけよ、最初は。あ、そうなんだ。後からお腹の痛みが来るわけよ。へー。だから俺最初普通の風邪だと思ったわけさ。はい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 、
まあ、風邪にしてはきついけど、まあ、寝れば治るんじゃねえかとあぐらいの感じで、まあ、先週日曜日夜、うん、薬飲んだら月曜日の朝お腹が大痛ですよ、ね、大痛大痛って何とっても痛いこと大痛って言うだろ分からないけど、いやもう本当にね、相当痛かったんだね、先週本当にもう本当にあのね、お疲れ様です、死ぬんじゃないかなって思いました。よかった生きてて、まあだからまあコメントもあるように先週が大荒れだったと、やばかったね。まあ僕も少しチラッとね覗いたんですよ、うん、まあリョート君、デコボコトラベルのリョート君とあとメガネロック親くんが来てたみたいで、うん、はいはいはい、ね、そうなんですよね、盛り上がりすぎてアーカイブ消えたって書いてますよ。あの YouTube にですね、はいはい、この動画がたまに上がったりするんですけど、うん、まあそうですよね、僕らこの動画が、そうそう、うん、俺たちの動画も上がってたらしいわけよ、はいはいはいだけどリョートが一応いろいろダメな発言とかまあまあまあその大家、うん、さんがダメな発言とかまあ俺がダメな発言とかお前もだヤーもかい言ったせいでヤーが回さないといけないんだよ動画が消されてましたね、これ運営側が消すのかな、運営側が消すのかな、どうなったらね、これ消えんのダメでしょみたいな、もう本当にもう見れないです、大丈夫です、だから、うん、まあ、僕が今日復活したからにはそう盛り上がらないので、それはそれで問題だけど、ね、アーカイブ消えることはもう一切ないですよ、ね、皆さんご安心くださいね、大丈夫ですよ、みんなといないとダメだね本当にね、いやでも本当にあのね、うん、もう先週だからもうね、一応木曜日、うん、まあ、日曜日にかかって木曜日ぐらいからもう一応復活してたんですよ、はい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 、はい、結構、うん、調子がいいというか、まあ、水曜日ぐらいかな、あそうなんだ、最初の3日ぐらいがもう本当にもうきつくて、あの昨日、うん、お笑い米軍基地の打ち上げがあったんですよ、そうだよね、そうそう、のが打ち上げだった、そう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 、はいはい、それで、うん、あの食べ放題で、うん、結構ステーキとか、そうそうそう、牛すじとかいろいろ食べ放題で食べてたんだけど、はいはいはい、俺その前に湊と、うん、LINE してたら、うん、俺まだおかゆしか食べてない、そうそうそうおかゆってか俺今もだよ今もおかゆしか食べてない俺今おかゆとうどんとゼリーしか話を聞いてたから、でも赤ちゃんと一緒だよ流動食しか取れない赤ちゃんかババアと一緒です、そう、いや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 、ババアに失礼ババアもっといいの食ってる、もっといいの食ってるから、ダメダメ、じゃあ本当にだから、うん、今週もだからいやデイジなんか食いづらかった、そう、お腹の痛みは何もないんだよ、うん、何もないんだけどまだ胃がでも治りたてだから無理無理にあの普通の食事普段の食事取れないわけよそうそうそう、だからしかもね今週の木曜日俺らね大事なライブがあるでしょ、そうあるよね、もうそれまでに、うん、もう絶対体調崩せないから、そうだね、だからとりあえず木曜日までは、うん、まあ、木曜日平成一期っていうライブがあるんですよ、僕らやって若手でやってるライブがね、うん、平成一期が終わるまでは俺はもうおかゆおかゆうどんウィダーインゼリーこれで俺はドロドロなものドロドロですよ、もう本当にもうしかも少量だよ一回一回まず少量、俺2歳のいとこいるけど、うん、2歳のいとこよりも少ない取ってるの、味も浅いやつ、浅いしさ、だから俺声の出し方も忘れてるわけよ、そう今日ねネタ合わせあったけどね、今日からだからもう完全復活なんで、うん、お昼ちょっとね仕事があって、まあ、漫才やってきたんですけど、そうそうそう、もうびっくりするぐらい喉が痛い、ちょっと細くなってるなって感じもしたし、そう声量も少ないし、ね、なんかねちっちゃくなってるし声も、あ本当にねなるもんじゃないですよ、胃腸炎大変だね、大変本当に終わってる、まあ、吐き気がないだけマシでしたよ、でもあ下だけだったんで僕は、うん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 、いや本当にね、いやでも何年も十何年かぶりかにもう大当たりでしたね、はあ、お尻痛かった、あのだからそうそうそう、何回も下痢だからよ、そうだよね、一日何回ももうトイレ行くから、うん、トイレ行って出すだろ、うん、だから俺絶対これケツ荒れると思ったら、うん、全然ケツずれしないへえ、びっくりしてる、逆にこれはびっくりしてる、お尻が平気だった、なんか全然今ももう全然違和感もなんもない、そうなんだ、全然よ、アルミとかできてんのお尻、ええ、できてるすごいね、うん、全然できてる、全然荒れないんだ、全然荒れなくて今びっくりしますそうです、今日はもうみなとの体調を危惧してね、はい、そうですね、早めに終わりたいと思います、そうですそうです、もうこんなね夜ねこんな夜出回ってダメなんですよ、そうですよ、もう夜が一番危ないです、そうですよ
がんも、ね、寝ない人が一番がんになりやすいらしいですからね。そうですよ、はい、まあ、まあ今日からまた通常放送というか、はいはいはい、コーナー3つほどやりたいと思いますので、はい、皆さんお付き合いね、1時間ゆんたくしていくんで、はい、お付き合いできるところまででいいですので、ぜひともよろしくお願いします。一緒に遊びましょう。よろしくお願いします、はい、じゃあ CM 挟んで最初のコーナー行きたいと思います。それでは CM。まだまだありますよ、1兆円トークは。尽きないね。今日はもう8割はもう1兆円スペシャルで行きたいなと思ってます。8割って8割大さよ。いやー、本当にね。いや、コンティニューコイン30分延長まであと1枚誰かコンティニューしてくれますか。ペーターさんとね、ヨッシーさんが1枚ずつやってくれたんでね。リョウト、リョウトがね、先週ね、ピンチヒッターで来てくれて、うん、ありがとうございます、シュプリームさん。30分延長入りましたんで。もうリョウト呼ばないからさ。呼ばないもん。もうリョウトは呼ばないですよ。なんか勝利が何かでお休みの時呼びたいやつだよ。ああ、ちょっと呼んでみて。リョウトもコンティニューしてくれたの。ありがとう、ありがとうございますね。大変だったね。いやー、本当にありがたいですけど。うん、いやー。大家も呼んでないですよ。大家も大家もだってでも両党も2人ちゃんと曜日持ってますから。そうそうそう、はい、行きましょう。それでは行きましょう。最初のコーナーは俺たちの1週間。このコーナーは先週の放送終了後から今日の放送開始までの1週間、我々にどんなことがあったのかをニュース形式で報告するコーナーですということで、はい、またこのコーナーやったの、先週。先週やりました。あ、やりましたか。リョウトがすごい出来事があったらしくて。そうなの。あの梅雨で雨バシャバシャだったじゃないですか。そうですね、うん、でそれ で、 あの可愛らしいピンクの車があって、で中に人形もプーさんとかミッキーとか可愛いぬいぐるみも乗ってて、でそういう車があの止まってたって。はいはいはい。 あなるほどね。エンストかな。あ、え、うん、そうそうそう、それで止まってて、はいはい、うん、で、うわかわいそうってなって、リョウトが助けに行ったら、うん、中にデイジー50歳ぐらいのおっさんが乗ってて、ね、2人で雨の中車を押して。ギャップ萌え。全然だろ。ギャップ萌えエピソードってこと。全然だろ。こいつやばいよ、ほんとに。きついっすね。かわいい女の子だと思って行くよな、絶対。あと なんとかな、中国人が前にいて、うん、はいはい、なんかどっかのイベント下ネタを中国人に言っても日本語だから分かんないだろうってこと で、うん、でチンコとかコウタが大きい声で言ってたって、はい、でリョウトも言おうって言って、リョウトが大きい声でセックスって言って、うん、はい、全国共通じゃないですか。共通ですよね。いいですね。だから中国人気づいたみたいな。なかなかのアホですね。いいですね。やっぱアホだな、リョウト。バカですよね。リョウトのエピソードで言ってあと一個あるんだけど。なんでなんで。なんかバイト先で、うん、リョウトしかいなかったみたいよ。はいはい、はい、みたいで、うん、リョウトの、まあ、携帯電話と、あ、そうだそうだ、リョウトの携帯電話が鳴ったらしくて、はい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 、チラッて見たら、知り合い、うん、知り合いというか、まあ、このバイト先の C 社、うん、はいはいはい、先輩がかかってきてて、そしたら同時にお店の電話も鳴り寄ったから、はい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 、お店の電話も取ったらしいんだけど、うん、そしたら店長がいて、うん、店長に、あの誰々今日いるって言ったら、あ、誰々さんお休みです、あ、ちょっと待ってくださいねって言って、うん、お休みなんだけど、リョウトの携帯電話にはこの誰々さんと電話してるわけ、リョウトは。おお。で、ちょっと待ってくださいねって言って、リョウト自分の携帯とバイト先の電話タッコはして合わせて、聞こえますか、今誰々さんと店長これ電話で今繋いでるんですか、聞こえますか。バカじゃないの。やばいだろ。して、あと一人来て、うん、この従業員が、うん、何してるのって言われたらしくて、あ、今誰々さんと誰ですよ、電話させちゃうんですよ。怒られたって言ってましたよ。なかなかのバカですよね。やめて、キラキラじゃないわ。俺たちの1週間ですよ。いや、そうですね。クーターシンガーの1週間行きましょう。行きましょう。はい、勝利君。先日、うん、まあ、本当はですね、リョウトの話しようと思ったんですけど、うん、もうし尽くしたんで終わります。いや、やれよ、やれよ、やれよ。いいよ、やれよ。いや、10倍疲れたっていう話ですよ。あ、先週のね。そう、放送が。このラジオでね。今日は喋りたくない。本当に。10倍疲れる。嫌ですね。本当に。もう、禁止用語しか言わないから。
やっぱ人のラジオなんでいいかなと思いましたって言ってましたね最後終わった後そういう節はね、ねありますよね中地とかもね中地とかもそうなんだよあるから2個目いきますいきましょう先日新垣氏は、うん、うんこしてくるというセリフをかっこよく過去を水に流してくると友達に話して授業中トイレに行くと、はいはい、帰ってきた時隣に座っていたはずの友達が1個席を開けてました開けてたんだ開けてた結果開けられてたのね結構嫌われたかもしれない嫌われてるはずそうだから、うん、なんかこのトイレに行ってくるっていうのがちょっと表現的になんかちょっとあれだからってことで、ねうん、結構ねいろ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 あるよね表現する人いるでしょ鼻詰めに行ってくるとかそう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 これ中地が言うわけよ俺最初意味わからなくて、うん、だあの居酒屋でよ、うん、飲んでる時に、うん、すみませんちょっとお花摘んできますって言うからはって言って立ち上がってトイレに行くから来て、ま、お花持ってないからおいバカだろお前いやいや摘んでないやしって言ったらいやしっこなんでってどういう意味ですか。いやトイレ行くってなんか汚いじゃないですか。だから花をね、うん、星見てきますとかもあるらしいよね。だってもうあれよ全部汚くなるよそしたらこれそれすらもねそうだよそうだよね意味なくなるよこれやりすぎたら、ね、全然ちょっとトイレ行きましょうねでいいと思う全然ね関係ないと思うけどそうだよね、うん、そうだよねうん、いきます、はいはい、先日ハンドスピナーを買いましたがあーはいはい5秒ぐらいで止まってしまうようなハンドスピナーを買ってしまいましたハンドスピナーってこれ皆さんご存知ですかこの回すやつね手でくるくるそうそう俺も実はこのハンドスピナー買ったんですよ、うん、このもう回すやつもうそうそうそうただただこうめっちゃ回るただただ回して、うん、もうただ、ま、回すだけですそれ以上でもそれ以下でもそれ以下でもないただでもなんか癖になるそうちょっとついつい回しちゃう楽しいんだよね楽しいんですよこれこれでも本当にフランスかどっかの学校が、うんはい禁止になったらしいですよそうこれ世界で今流行ってるんですよ、うん、ハンドスピナーそう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 俺もだから買ったの昨日買った俺へえ。でこれ勝利のスピナー、ね、ちょっとで俺のちょっと見せたいんですけど、うん、いきますよまあ普通は回り続けるんだよ一回回したらうんうんはいはいあ止まったなんなのわかります止まるね300円300円で買ったからかな港のはいくら俺350円全然変わらんやしめっちゃショート50円しか50円しか変わらんやしちょっと同時に回してみよう、はい、せーの終わりで終わるな何これ全然回り続けてますありえないですよ本当にいやハンドスピナーちょっと楽しいんですよ騙された本当に高いの買う次はちゃんとしたやつねえ500円とかで売ってるらしい、うん、500円ぐらいのやつ買うわ全然買うよな全然買う癖になるわ本当に面白いっすよね、うん、ハンドスピナー以上いやいやいいですなるほど、うん、コメント来てますねはいリク、はい、俺の友達は戦争を止めてくるって言ってますよトイレ行く時してくること戦争を止めてくるって言って、まあ、ある種ねある種戦争は起こっているからお腹の中で、ねはいはい、勃発してるとか、はいはいはい、そして、うん中田猫さん、はい、うちの子はうんぴっぴしてくるっていう、はいはいはい、うんぴっぴか、はいはいスーパーシュプリームさんうちの嫁は豆腐を買いに行ったままだけど別件じゃないですかこれはちょっと話変わってきてます、ね、全然違う話だと思いますよ大丈夫ですか、はい、じゃあ続いてじゃあ僕のニュースいきましょうねはいどうぞ先週1週間山城みなと氏は急性胃腸炎によりもがき苦しみました以上ですってことでそうだよねあのねそうだよねそういう1週間で、ね、さっきも言ったけど、うん、尽きないですよ話がまだまだ続きますよ何があったんですかだからまあちょっとねまあたくさん寝すぎて寝れないので、うん、こう体調崩してね、はい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 、お昼ちょっとまあお腹痛いけど、うん、テレビの部屋でちょっとゴロって転がってテレビとか見たりするんですけど、うん、ワイドショーとかさ、はい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 、お昼のワイドショーとかで、うん、取り沙汰された有名人とか、うん、俺今みんな嫌いみんな嫌い俺みんな嫌いになったのそうあの AKB のなんかあの総選挙でね、うんね、結婚宣言したっていう女性がいるでしょいますね先週1週間それがもう取り沙汰されてたんですよずっとあ、うん、俺もうそいつのこと今大っ嫌いお腹痛いっていうイメージしかないこいつマジで違う違うお腹痛いは別だから俺はなんかだからファンがさファンがだから結婚なんかや急に結婚宣言してやとかあのあれでしょなんか OG、ね、AKB OG もあの
あの舞台で結婚発言はちょっととかさ、うん、言ってるんだろ、ね、うん、俺からしたらお腹痛いからねしかないわけよ。お前の問題さ、それは死にましょうし顔も見たくないよ。関係ないよ。今日もなんか LINE ニュースで出てたよ、うんうん、白河よ、はいはいはい、お前もきつかったよ。お腹痛いの思い出して、そう、あとなんかあのまた今あれでしょ、絶叫議員なんか豊田真由子っていうね女性議員、あーね、ね、乱暴したりとか秘書の方にね、うん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 、乱暴したりとかっていう女性も今問題になってるでしょ。なってますけど、本当にね、うん、俺こっちのこと大っ嫌いだなと思って。なんでお腹痛いんですよ。おかしいっすよ。お腹痛いんすよっておかしいわけよ。なんか周りがあるだろ、だからありえないこの暴力振るってとか、ダメでしょ、もう怒鳴り散らしてとかさ、ハゲーみたいな、運転中に殴ったりとかダメって言うけど、俺からしたらもうお腹痛いの一つよ。お腹痛いはおかしいから、だから本当に何なのそれは。本当に俺だ、あれだよ、藤井四段も俺ちょっと今あれだよ、若干ちょっと。もうおかしい。藤井四段は何にもしてない、将棋のただ勝ち続けただけ。ちょっと今もう微妙なところですよ。なんでなんで、本当にだから、いやいや、もうお腹痛い。、うん、今日はなんか29連勝の速報が先ほど入ってましたけど、すごいね。まあ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 、俺からしたら、まあ、みんなはまあ祝福かもしれないけど、俺からしたらまあまあ、なんだろお前、まあ長い戦いだったよねぐらいの。違う違う、お前も長い戦いだったけど、ね、いや長かったですね。本当にね、コーラ飲みたい。コーラ飲みたいけど、じゃあコーラ飲みたいんだけど、怖くて飲めないわけ。じゃあ飲めると思うよ多分。本当に今よ、調子いいわけよ本当に。あ、お腹の。気分いいわけやっぱり。はい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 、はい、だってあれでしょ、本当に健康な人でも、うん、週に1日は何も食べない日があった方が健康にいいって言うぐらいなんですよ。へえ、そうなんだ。そうそう、本当に俺絶食してたんですから、うん、2、3日経口補水液。あ、ところジョージさんが CM やってる OS1 OS1 ね、飲む点滴ですよ。点滴とかと同じなんですよ、もうあれ俺 2,3 日あれしか飲んでない。だスポーツドリンクもダメなんだよ。あ、そうなの。刺激が強すぎるらしくて。へえ。で、経口補水液しか俺飲めなくて。うわ、そうそうそう、もう 2,3 日あれで大変だったね。うわ、もうきつかったですよ。ほんとになんかダメなんじゃないかなって。もでも逆に何も食べないことがいいんだよね、うん、胃腸炎は。何か食べれば余計症状が広がるから。あ、そうなの。そうそう、痛みが治まってきたら、うん、ちょっとずつまたおかゆとか入れて、はいはいはい、でもおかゆがまた痛かったらまだまだダメって言うよ。おかゆで痛いとかあるんだ。俺あったよ、2日目俺だからあまりにも痛いもんだから、うん、逆に何も食べてないからかなと思って、ちょっとご飯食べたんだけど、うん、ご飯食べて飲み込んで5秒したらもうすぐ痛くなるわけよ。はぁと思って。5秒、5秒、いや5秒で到達してないんじゃない、まだ5秒、5秒。今で到達してないでしょ、そんなの。してるわ、してるわけ、うん、それで。だからもう調べたら、うん、一番だから胃腸炎にいいのは絶食ですって書いてある。そうそう、そんなに絶食、1日2日絶食してからじゃないと逆に良くならないからって。うわー、その間だからまあね、下痢とかで脱水症状を起こさないように、うん、まあ水分補給でこの OS1 飲んで。そんなにか、やばいな本当にね。だからでもだから今中田猫さんも、うん、胃腸炎ね、私も治った直後は物食べるの怖かったって。いつ頃から普通の食べていいのかなと思って。へえ、あーそうだね、うん、怖いんだやっぱり。怖い。怖くて仕方がない。さっきも葛藤してたよね、チキン食べたいってずっと言ってた。もう、ね、やめて。でもやっぱね、怖いんだよ、大事な舞台があるんだよ。今週木曜日。とりあえず、いやちょっととりあえずね、まあ一応そのライブが終わってもう10日以上2週間近くなるから、その日で、うん、とりあえずまあお酒はちょっと飲もうと思って。じゃあライブあとどっか食べに行こうね。行きたいですね、うん、みんなでね、みんなで行きましょう。ちょっと本当にね、うん、みんなの前でね、うん、もう本当にちょっと嫌ですね。どうにかならないことだけを祈って。そうだね、みんなの前でなったらまた気使われるから、もしかしたら本当に俺も水となんかね。みんなラーメンとか食いに行ってる、サラダとかしか俺。気まずいな本当に。まあまあ、お疲れ様です。そうだからもうよかったね。だから無駄に嫌なものが増えるよ、うん、やっぱ苦しい時に見たもの。だからさっきの AKB とかさ、うん、話したけど嫌になるね。苦しい時に見るとそっか、嫌いとか。あと大雨、大雨、大雨も嫌い。一番苦しい日がめちゃめちゃ雨降っててすごかったのよ、本当に。一日丸一日すごい雨が降ってたの。はい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 。いやもう大雨もちょっと怖いですね。うわ、
俺もう数ヶ月食べなかったってチキン中田猫さん、やばいさ、数ヶ月ですよ、無理です大好き俺チキン、港チキン大好きだから、俺もチキンな、俺な、うん、会うたび俺食べてるもんな、そうそうそう、だからもうチキンのイメージしかないです港はそれはそれでだよ、チキン食べてないかチキン食べてる、あ、当たり前か、まあまあまあ今何言ってんだろう、何言ってんでしょう、ね、で、だからそう、いつ頃から食べていいのかとかネットで調べてもなんか明確に出てこないんだよね、あー、そうなんだ、まあ今日ちょっとおじや、まあ、雑炊的な、うん、はいはいはい、夜ちょっと作って食べたんですけど、うん、おしやはまだ全然いけました、お、あとささみね、あ、ささみ、ささみもあれ油がないから、うん、そうそうそう、油、油がやばいの、油とかちょっとダメなんだよ、あ、そうなんだ、そう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 、へえ、怖いね、うん、ちょっと怖くてね、うん、本当に、お疲れ様です、そうそうそう、まあじゃあ、うん、ここで一曲お送りしたいと思います、はい、ですね、まあ僕がちょっと嫌いになってしまった AKB48 の、はい、AKB48 のね、はい、じゃあ指原莉乃さん3連覇おめでとうございますということで、はい、お送りしましょう、 AKB48 で恋するフォーチュンクッキー、いやーきつくてね、本当に誰がポンコツよいや本当に怖いですよ、踊れるんですよ、なんで恋するフォーチュンクッキー踊れるの、学園祭で踊る、あーでも AKB って定番だよな、うん、俺もなんか中学3年か2年ぐらいの時にみんなでやったの、あーそうなんだ、なんとかなんとかっていう、全然覚えてないでしょちょっと待ってちょっと待って、ちょっと嘘でしょ、どういうこと、何しに来たのマジでお前ら、おかしいだろ、やばいだろ、何しに来たの、ちょおいで、じゃあちょ何しに来てんのあいつ、おかしいだろ、伝わらんからちょっとちょっと来て何しに来たお前、いや、あの、冷やかしに、ちょおかしいだろ、完了です、おかしいだろやばいだろ、違うおかしいだろ、こんにちはー、どういうこと、あ、今日はあのヤリマン太郎と僕がヤリマン太郎で俺オナリマスオ、違う、おかしい違うだろ、違う、なんなのこれ、サブタイトルブルーです、あ、ね、あの一応何やってんの、サブタイトルブルーじゃない、言っとくけど、はい、お前らレギュラーじゃないからえぇ、ー、それはそうだ、前回からめちゃくちゃ言っとくけど、もう二度と来ないでしょ、え、先週から言ってる、ちょっと待って、マジで、はい、こんにちは、こんにちは、ちゃいました、来ちゃいましたじゃないよ、もう本当にありえない、本当にありえない、ありえない、どうする、入れる、入れますか、あの、帰ってもいいですよ、全然あの、僕たち冷やかしに来ただけなので、ちょっとせっかくだから入れますか、いいんですか、あ、座れ座れ、はい、ということで、あの、いい先輩方でした、以上、サブ系はチャンネルでした、チャンネル取るあ、ふざけんな、チャンネル取るな、ありがとうございます、どうしてる、 YouTube、YouTuber やんない、皆さん、こんにちは、きつ、大嫌い、どうも、ちょっとじゃんちょっと、ほんのちょっとだけいいですよ、こっちじゃん、こっちじゃん、2人、あ、すいません、じゃあいただきますなんだろ、じゃないよ、ちょっともう何なのもうどこに売ってんのこんなの、何それ、4900円で買って高さやろバカじゃねえの何考えてるのバカじゃねえのお金ないから後からラーメン送ってもらっていやいや、おかしいだろ絶対おらんこんにちは、よろしくお願いします、すいません、ネックレスいらんだろいるわ、こういうスタイルだわ、これがね、またこれいい感じ、味を出してお前しゃべるんだろ、これチェーンどっから買いに行く、カイリーがやってることに驚きない、あいつ何なの、いや、らしくないよ、最初カイリーがあのやりたくないって言い出したから、そうだろ、カイリー、お前19歳だから何でもやらないといけないよ、そうだなっつって、なんだろうや、そうだなっつってなんですぐ OK しちゃうわ、まだ未成年なんでね、そうですね、嫌ですよ、もう未成年だからこそやっちゃダメでしょ、そうなんですか、大人はもっとやったらダメだよ正論ぶつけてくるな、急にそうです、なんだ、ふざけんな、マイク意識してない、はいすごい、ヨウト、いつもマイク忘れるそう致命的ですよ、こっち向くんですよ、完全に完全にこっち向いて喋るんですよそうなんだよ、俺らのラジオもでもなんです、こいつ喋るときこんなしたらじゃなくて
じゃなくて、はい、帰り早く手錠を外したの。いやもう普通にこういう状況で今日はおかしいだろ。今日はこれがシップ内で SM プレイとかで使うやつ。そうですね。今日こんなの首はもうなんどこでどこで買うの。これあのあっちのおあのこの茶壇の安市っていうアダルトショップで。腕、首、腕、足、足全部ですね。やばっ。こういうスタイル。これ歩きづらかったでしょうね。あ、そうですね。一応10分かけてこっち来ました。本当に。知らんよ。すげえ。でもあのこれ悲しいのが前の先週の YouTube 全部カットになったんですよね。このプレイだってバカじゃないの。ハンドスピナー痛くないだろ。痛くない。やべえ。また YouTube 上がらんよ。この時点で上がらんわ。この時点で上がらんわ。ふざけろよ。もうダメージジーンズもそういう意味合いにしか見えなかった。そうです、そういう意識をして意識をしてじゃないわお前。だってミラトさんいなかったからリョウト寂しかったんですよ。俺がいなかったらお前らが来たんだよ。そうだね。なんで俺いると思って来てるんだよ。今日は本当にやばいだろ。そうだよ、おかしいよこれ。これカツラの意味も分かるしね、全然。ああ、そうですね、僕たちも意味が分からない。分からずやってる。何なの本当に。本当にもうサブちゃん取りに来たの、しかも。はい、あのサブちゃんのためだけに来ました。いやでも最初は本当にプライベートで行こうと思って、で、港さんを驚かせようっていう。いやそっちの方がやばいな、確かに。そうですか。疲れる本当に。疲れる本当にとか言ってるけど嬉しいでしょ。ちょっとよ。あ、ありがとうございます。何なのもう本当に。すごいですね本当にもう。すごいですね。皆さんこんにちは。どうもー。海ほたるさんと学園祭の話しようとしてたのに。そうだよ。あ、申し訳ない。懐かしい話ね、しようとしたのに。しようとしてたのに。海ほたるさん、そうですね。うん、はい。じゃあ何なのよ。はい、お願いします。はい、ね、ツイキャスご覧になってる人はもう聞いてると思いますけど、はい、なんかもうね、本当に、いや、はいじゃないわ。何勝手に挨拶してるお前。どうも、農業大学辞めたリョウトです。どうも、沖縄国際大学のカイリです。よろしくお願いします。違うわ。お、なんでお前らデコボコトラベリングで名乗らないの。コンビ名名乗れ。おかしいでしょ。大丈夫なか。おい、もうきついですよ。若元飲むよ、お家帰ってお前。胃腸炎の原因はストレスでは。そうだよ。違う僕たちのせい。違う、もうなんかね、これなんすか、もうゲストじゃないですからね、これ。ゲストじゃない、本当に読んでないからさ。急に来て、急に入ってきて。本当に読んでない。座って。やらかさですね。やらかさですね、これ。説明しないでいいよ、本当に。もうだってツイキャスもう喜んでるし、しかも。ああ、ありがとうございます。うるさいうるさい。結局癖のある人間しかこの番組見ないんですよ。やめろやめろ。お客さんをやめろ。やばいやつしかいないから。ちょっともう、とりあえず、まあとりあえずね、コーナー行っていいじゃん。コーナー、うん、行こう行こう行こう。お願いします。みんなでやりたいと思いますんで。はい、行きましょう。続いてのコーナーは、俺たちは大きくなった。はい、このコーナーはですね、うん、去年20歳になった2人が大人になっていく上で俺も大きくなったなというエピソードを紹介するコーナーです。そうですね、まあ、毎週毎週僕らが、まあ、もう今ね20歳で、はい、はいはいはい、大人になったなっていうエピソードを紹介してるんですけど、はい、先週これやった。先週やりました。やった。で、じゃあ両ともじゃあこのコーナー分かるってことね。そう、分かりますよ。今日も帰りはでも今日初めてか。あ、でも何回か聞いたことあります。あ、ほんと、はい、この今毎週こう自分も大人になったなってエピソード紹介する、はい、コーナーなんだけど、はい、まあ、デコボコがデコボコの2人が、まあ、うん、今年で20歳と、はいはい、いうことで。そうですね、今年で20歳です。そうですね。まあ僕らはもう一応21なんで1個違いだからね。はいはいはい、はい、じゃあリョットたちの、うん、まあ帰りからにしようかな。じゃあ帰りの、デコボコの2人が、まあ、今年20歳に なるっていう上でこう大人になったなとか、はいはいはい、成長したなっていうエピソードがあればちょっと教えてほしい、うん、ああ、そうですね、僕はありますか。多少体を張れることになって。おかしいおかしいおかしい。違いますよ。違う。全然おかしい。全然おかしいよ。やっぱ大人の階段上るにつれて、体を張る、この、ね、このハードさが上がっていく。違う。
体を張るのも意味が分からないもん。今もこの状況ですよね。今日一歩成長しました。来年あたり左腕切りますよ。そうよね。やりかねないですもん。周りがバカだから。帰りがすごいね、まともに見えるけど。そうだよね。まあでもやっぱり帰りもバカ野郎行かれてますから。そうだよね。じゃあせっかくだから、じゃあ両とも、はい、両ともですか。成長なんか大人になったなってエピソードあれば。ああ、最近大人になったなって思うのは、でもちょっと先週、ちょっと待ってよ、はい、先週の放送で分かったんだけど、はい、リョウと考える時間結構ないと面白いの出ないよ。致命的ですよ。だからさ、もう大丈夫ですか、なんていうんだから、ちょっとまあツイキャスだし、うん、まあいいかなと思うけど、うん、KY とデコボコって、はい、なんかまあ女子高生から人気あるじゃないですか。あー、そうだよね。まあバカなことやってこう動画で上げてとかさ、JK からね、人気あるんですけど、うん、言ってもよ、うん、言っても肩書きはお笑い芸人なんですよ。そうだよ、はい、え、そうなんですか。何者なのしたらってなるから。まあとりあえず、あ、じゃあ先週は何だったの、先週何だったっけ。先週は女の子と目合わすことができた。そう言ってた。初歩的、ようやく女の子と目を合わせて喋るようになったって。成長だな。成長ですね。確かに、はい、他にもある、両党いっぱいあるんですけど、まあ、1個目は、うん、あのうちの母ちゃんもやっと認めてくれまして、僕18歳ドコモなんですけど、僕 au の携帯ね、携帯ドコモで、僕の母ちゃん20歳になってもアダルトビデオのこのなんで絶対に閉じてたんですよ。あ、規制されてた。規制されてたんですよ。あ、制限がかかってたの。はい、うん、昨日ですね、僕のお母さんから電話かけまして、かかりまして、はい、もうそろそろ解除するよと言われまして、昨日やっと解除したんですよ。そしてですね、聞いてください。で、早速スマホでアダルトビデオ見たんですけど、うん、ついにあの2万円ぐらいのあのメールが来て、払ってくださいっていう、あー、請求メールが。いや、どういう、まあ、下級請求なんですよ。あ、アダルトサイトでこう振り込んでくださいっていうのは、だいたい下級請求。ちょっと待って、なんのなんか、はい、ギャラリーおかしい、デコボコの仲間。あと素顔とあんま変わらない。なんかお面してますけど、今ギャラリーにね、あの、うん、ちょっと僕らね、応援してくださるファンの方々来てるんですけどね、本当にもう来てくれてますけど、ね、で、今日の昼にまたあの制限かけられました。あ、かけられたんだ。だから俺まだなんだなっていう、子供の心がまだあります。飲まぬ人ですよ。まあそうだよね。二人はどんなのがありますか、うん、はいはい、あー、俺ですか。違う違う違う、聞くなよ。今ちょっとあのコメント来てますよ。はい、あの海太郎さん、はい、実はかえりくん推しです、乱入嬉しいって。やったー、嬉しい。帰ろうや、ちょっと両手が拗ねてますけど。やったー、かえりね、嬉しい、かえりくん推しですってことで。すごいっすね、かえり。まあそうか、かえりか。なんだ、俺このラジオつまんねえな。じゃあじゃあじゃあ、りょうともさ、帰れ今すぐ。じゃあじゃあ、まあ今すぐ帰れ。物理的にね、はい、こういうだから外見というか物理的にはまあ量とかまあ行かれてますけど、うん、中身で言ったら俺帰りもなかなか行かれてる。いやいやいや、俺はその通りだよ。じゃあじゃあ本当にさ、なんで、じゃあ量とのインパクトが強いもんだから、こうなんかこういう帰りもよ、俺はまあしっかりしてるからみたいな、空気出すだろ、けど、ね、こいつもおかしいからね、なかなか。いや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 、まともっすよ俺。いや俺じゃあ言うけど、はい、こいつ、あ、まあ俺大学一緒なんですよ。ああ、そうだよね。俺とね、帰り、はい、沖縄国際大学、はい、宜野湾のね、はいはい、お帰国なんだけど、うん、帰りよ、大学で俺見かけるだろ、うん、もう知らんパーするぜ。してないしてないしてない、もうあの、もうあの大学内ではもう赤の他人みたいな。いや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 、やばいやばい、してないです。そうそうそう、だから、この前さ、うん、5号館のロビー、うん、まあ、はいはい、通称ゴロビ、はい、ゴロビ、分からんけど、まあ、お帰国制でゴロビって場所があるんだけど、ロビーがあるんだけど、ロビーで、はいはい、帰りがいたから俺一人で座ってたわけよ。なるほどね、6人席を一人で座ってたわけよ。まあかわいそうだなんて、帰りかわいそう、6人席一人はちょっとかわいそうだから、はいはい、まあ一応先輩だし、そうだね、声かけてやろうかと思って、はい、ういっ帰りういって後ろからバッてやったら、うん、嬉しいやつ、あーお疲れっす。ああ違う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 、いやいや、分からん分からん分からん、
正しいの、かえ、まあ、分からんけど正しい反応、まあ、正しい反応ないんすけどね、まあ、こんなのにはね正解とかないけど、まあまあ先輩がさ、おいって、おー、あ、お疲れ様っす、もう、授業終わったんすかみたいな、こういうの俺当たり前だと思うんですよ。そう、港ずっとやった。確かにそうですよね。はい、帰るおいって言ったら、あー、私です。こんなところあるの。びっくりしてさ、え、あ、あ、あ、おーって言って、おーって言って、やば、あ、一人って聞いたら、あ、今友達待ってます、友達待ってるから、うん、早くいなくなってみたいな感じの。違う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 先週の胃腸炎もそれじゃない。いや泣きにしもあらずです。泣きにしもあらず。絶対俺のせいじゃなくて、落ちました。それに対してかこちゃん、かこちゃん、自分はりょうとさん好きです。おーい、かこちゃん、ありがとう。かこちゃんはこれ、おいくつかな、ね、高校生とかかな。高校生、45歳ぐらいじゃない。いやいや、なわけないだろ。45歳がかこちゃんいつも応援してくれて、かこで顔文字、絵文字の使わないでしょ。かこちゃんね、まあ、りょうとはこう、なんていうのかな、やっぱ女子高生とか人気、中2って、中学生、若っ、若かわいいですよ。今、高校生ですよ、かこちゃん、高校生ですよ、そうですよ、でもね、中年生って中2ですよねって。でも確かに、デコボコと KY の中高生からの人気が圧倒的なんだよね。羨ましい、本当に羨ましいですよ。だから、俺聞きたいわけ。俺ら推しいないでしょ、ハヤプロなあ。だから、いないよ、結局、いないよな。いないよ、だから、見たことない、俺ら推しって。ハイアップローで、こうなんていうの、こうよりさ、まあ俺らだから、そうユニットやってるでしょ、KY、はいはい、俺らデコボコ3組で、ね、やってるから、まあハッシュタグハイアップロー、ああね、ツイッターとかで俺一応検索して、反響を調べるんですよ。あ、はい、あ、やっぱりね、エゴサーチってやつですね。やれコウタやらやれ中地やらやれカイリやれリョウト、港と勝利、一切ないです。一切ない一切ないです。いやいやいや、そんなことないですって。一切ない。本当にない。でも最近俺、クーター進化って書かれてるの発見しましたよ。なんて、ツイッター、この紹介文、説明文にクーター進化って書かれてましたよ。嘘、おい、マジ、はい、本当に書かれてました。これはマジです。なんかプロフィール欄にってこと。プロフィール欄に、ハッシュタグで調べてみよう。嬉しい、誰だろう、調べてみよう。はい、あ、もうノリさんも港頑張ってて。いや、シュプリームさんおかしいだろ。シュプリームさん、ハッシュタグ港、ハッシュタグ勝利っておかしい。絶対おかしいよ、これ。だからなんだばだ。うん、だからよ。ひろみさんも勝利かわいい、勝利の、あ、まあ、嬉しいですね。あ、クーダー進化落ち着くなとかね。うんうん、ありがたいね、ありがとう、ありがとう、本当にね、ありがとうね、みんな、うん、ただみんなね、大人。やめてやめて、みんなだいぶ大人。わざわざありがとうございます、本当に。俺らより大人、本当に。やめてやめて、中高生はないか。やめてやめて、無理か、中高生は。かこちゃん言わないんだろうな。かこちゃんはな、言わせようとしてる。言わないんだろうな、クーター進化かっこいいとか。なんやろな、ちょっとな、かこちゃんはな、乗るな乗るな、かこちゃん、みなとさんかっこいい、勝利さんかっこいいとかない。言わないやめろやめろ、言わないか、絶対言うなよ。中高生はな、やめろやめろ。中田猫さん、やっぱ中高生のがいいのか、泣きじゃない。泣きじゃないわ。ねえ、すっごい。中田猫さん、中田猫さん、やっぱ中高生がいいです。まやさん、クーター進化推しです。まやさんね、まあ、いくつですか。おそらく女性だと思うんですけど、まあね、うん、女性に年聞くのは失礼ですから。そうですよね。まあ、僕らが、まあ、一応二十歳なんで、二、は、十、い、歳として、まあ、こういくつ、ちょどれぐらい離れてるかみたいな、ね、うんうんうん、そうですね。かごちゃん、うん、クーター進化かっこいい、かっこいい。よっしゃー、ボーってボーって何か、ボーってボーって棒読みのボーっすね。ほんとにボーって何か、ほんとにね、うん、高校入試ってきついから。知らんからよ、マジで。高校入試きついから、ね、まだまだまだ、ね、どこ中か、俺塾講師やってるけど、どこ中か、お前わった神中だよ。神って強いんだ。スーパーシュプリームさん、金を持っているのは大人の女性だから。あ、ね、あ、
いやいや、そうかそうか、そっかじゃないっすよ、かった、おかしいおかしい、そういうことか、なんで結局金で丸く収めるの好きですよ、中田猫さん。いやでもだすごいなって思うんですよこれ人気、すごい、うん、ね、だから KY チャンネルとかやってるでしょ、はい、サブ KY チャンネルとかね、いろいろ、まあ動画も出して毎日動画は出してるんだっけ。そうですね、毎日おかげさまで動画を出してる。おかげさまで、うん、やったが勝手に出すだけだけど、ね、やったあの差し掛けんだよでもね、だから動画も俺も一応見たことあるけど、うん、やっぱり面白い、面白いよね、面白いし再生回数もすごい、すごいすごい、一番多い動画って再生回数何回ぐらい。60万、何が70万、どういう内容。あ、これすごいですよ、みんなが好きです。女子高生のりょうと、りょうと、りょうと一応マイクの近くで喋ってますよ。なんでなんで、じゃあ、あのカメラがあいい感じですよ、はい大丈夫ですよなんでや、マイクよりカメラ意識してるの。ラジオ、ラジオだおかしいだろ。まあまあ動画も見てくれてますけど、はい、どういう内容の動画なの。女子高生のパンツを見せてとお願いしたっていう、あと、あのマイクをバイブとすり替えたらっていう、はいはい、それが70万いくんだ。そうですね、あの最初のパンツが70万で、うん、そうですね、電話のやつが、うん、まあ、60万、はいはい、その2つ一番つまらんと思って見てたけど、はい、世も捨てたもんですよ、ね、捨てたもんじゃないです、ね、捨てたもんだよ、ね、捨てたもんだな捨てるな捨てるな。でも最近のサブちゃんで言ったら、港さん の, あの出てくれたサブちゃん、ね、ああ、そうそう、はいはい、だからたまたまね、そうそうそう、一緒にいて、うん、サブちゃん撮りたいですっつって、あの先輩が後輩を説教するっていう内容で、はいはい、見た見た見た、あれね、うん、結構あの1週間で一番伸びた回だった。おお、嬉しい、すげえ、さんのは、うん、なるほどね。あ、そうだから結構いろいろ言ったよね。そうですね、これ亮とはリアクションがでかいとか、カイリは実はゲイとかね。あ、そう、カイリってゲイなんすよ。違う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 、違いますよ、違います、カイリオカマなんすよ。え、本当に5回生まれるから、あのいつでしたっけ、5月のお笑い劇場で、うん、あの演出でね、うん、舞台のまあ設定とか演出で、うん、ブリーフ一丁になるっていう設定があったよね。ありましたね、あったね。で、勝利が見事ブリーフ一丁になったんですよ。そうですよ、かっこいい。あの勝利が嫌でしたよ、親に辞めさせられるもん、すもん、ね、家的にも、だって宗教的にもね宗教的にもアウトです。ブリーフ一丁ってアウトでしょ、うん、幸福の科学はアウトですよ、やめろ、本当に大川隆法とか絶対言うな、ね、もう言ったから、宣言よしこ絶対言うな、やめてやめて、ほんとやめてください、本当に怖いわ、このネット社会ですから誰がどこで聞いてるかわからないから絶対ダメですよ、右翼とか絶対言ってない、やめましょう、やめましょう、マジで。いや、だからそれでね、ブリーフ一丁なったじゃないですか、はいはい、で、勝利たちのこう、あのグループは、うん、ブリーフ一丁のグループみたいな、みんな、そうで、はい、その中にカイリもいるんだけど、はい、そうなんですよね、カイリだけ服着てるんです。そう、カイリだけ、カイリ絶対自分の裸を誰にも見せないんですよ。で、入れ墨入ってるかもしれない。そうそう、だから一応俺裸見たことあるんですよ、一応、はいはいはい、あるんですけど、まあ、はい、着替えてる時にね、はい、すごい恥ずかしそうなんですよ。そうなんですよね、これはね、カイリはゲイっていうか、まあ女子ですよ。違うよ、違う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 、気持ちがね、心がね、な、心なしかちょっと丸みもあるんですよ。ああそうなんだまあまあそうっすね、部活、ね、終わってからもうだいぶ丸くなりますだんだんチンチンもなくなってくるんじゃない。ノルウェースウェーデンの店長は今チンチンがなくなったわからないっすもん、太りすぎてどこにチンチンがついてるか本当にわからないっすね。もうわからなくなったって言ってましたけどね、で、港の動画が伸びて、うん、俺が無理して猫の餌食った動画は全然伸びないですよね。いや、あれは申し訳ない、本当に意味が分からない、まあ、それね、ソリさんが神回 ね、猫のね、いろんな餌を一緒にみんなが食った時の神回が一番、はい、あの伸びなかったっていうのが一番ね、神回だな、はい、本当に神回です。ミョート吐きそう、吐きそうなのが最近、はい、この YouTube とか編集してて、うん、はい、僕あの編集しやすいのは港さんがやりやすい。おー、ソリさんはあのボケるんですよ。あー、はい、どうも、そう、イエーイとかやってくるので、あのさ、違う、あの、まあ、漫才とか、まあ、こういう平場とかさ、勝利ってまあ一応大学生だし、龍大生だし、まあ、頭もいいし賢いから、はい、こう真面目キャラみたいな感じになってるんですよ。そうですよ、僕も思ってるんですよ。こいつすごいっすこいつすごい、こいつすごいよな。これびっくりしました。こいつライブとかでも、はい、なんか今日朝麦茶と思って飲んだらめんつゆでしたみたいな、僕すごい、
あのインテリらしからぬすごい安易なボケ、うん、あの秋のりとかが言いそうな一周回りすぎた、ね、勝利はもうそうそうそうなんかちょっとインテリジェンスたまにだたまにでもインテリボケとかも出してくるじゃないですか、はいはい、なあとなんかあのせん農学部の何農学部のなんとかなんとかみたいなあったでしょ。ああ内的自然分立違う違う違うもう分からないからなだからもうロジスティックモデルロジスティックモデルってかよ当たり前かのように話すんですよ。あ、まあ、そういうだからそういうボケは勝利っぽいなと思う。確かにインテリチックでたまにだからでもこれだからそういうことでしょ。あのだから今日帰りが編集担当だったんですけど勝利さんのこのボケる声があの、うん、トイレまで響き渡っててとかずっとやってる。今日のサブちゃん見てもらえれば分かると思うんですけど意外となんかみんなのイメージとは違う勝利が見れるかも、うん、はい本当におかしいよな。おかしいですマジで狂ったかのように狂ってるよな、はい、人が変わったかのように本当に狂気乱舞しますから、ね、そういうのが好きなのにな本当は。分かった分かったあれだだからそうあれだよ誰も見てない時だよ。あ、あ完全オフの時はこいつなんか変にスイッチ入って張っちゃけるんだ。うわそういうとこあるんだよ勝利、はいはい、あるあるあるあまだめんつゆのやつまだいい方だそれ考えたら、うん、あちょっとお腹痛くなってきたな。やばいな面白いですよ、ね、やばい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 はい、まあまあまあ何しに来たばお前ら今日はいろんな、そうですねお前らのせいだよ、はい、いやもうお前ら来たせいでもうあれですよ、だからもう本編とはもう打って変わって今すいません、本当にもう全然コーナー潰しに来ました。エンディングの時間ですよふざけんな、本当にもうまあもう放送もあと5分しかないの5分でもそうですね、5分しかないんではいまあちょっともう告知的な感じで告知やりましょうよ。告知、はい、しましょう。今週の木曜日にはいまあ僕ら、ハイアップロメンバーもそうですけど、はいまあ、クータシンガー、デコボコトラベリングも、はい、出るライブがそうですよ今週の木曜日にあります。あります、はい、今週木曜日に、はい、那覇市の、国際通りの沖江通りっていうところのね、うんはい、あのジュンク堂のすぐ近くのライブハウス、うん、バンターハウスというところで、はい、平成一期、うん、今回は何回目あるあ何回目だろう5回目 ?6 回目 ?5、6回目ぐらいですよ、ね、6回目か6回目の平成一期行います、うん、はい、まあ、そうですよ若手芸人だけのライブ、はい、そうだね、まあ今月、まあ2ヶ月に一遍やってて、うんはい、今月が僕らピンネタをやるっていう。そうそうなんですよね、全員ピンネタやります。全員ピンネタをやるんですよ、うん、はい、コンビね、僕らクータシンガーね普段コンビで、うん、コンビだけどね、デコボコも普段コンビで、はい、まあ、KY もコンビでやってますけど、うん、コンビ芸人が普段はやらないピンネタを今月やります。そう挑戦しますんで、うん、まあ、なかなか見れないピンネタだと思いますので、はい、ぜひとも遊びに来てください。お願いします、はい、お願いしますお願いしますね、うん、まあデコボコも出るし、はい、そうですよ出ますよ。まあ中高生もねちょっとまあ夜時間は遅いの で、ね、夜の8時からですね、うん、8時からはい、まあ料金は1000円うん、1000円でね、はいはい、ドリンクも飲めるんで、おー、いいね、ドリンク付きの1000円なので、お得ね、まあ、コーラとかジンジャーエールとか、うん、まあ僕はまだ飲めないですけどね、うん、お腹がね、俺はもう、お腹がちょっとあれですから、OS1 しか、OS1 ね、OS1 ですよ、ね、ぜひともあの差し入れで、蛍光補水液、OS1、差し入れてくれたら、僕、本当に期待してますので、はい、ぜひともね。中田猫さん、その日カエリさん脱ぐのかな、うん、あーどうだろうなーねー、本当にね、本当に顔がこう、あからねあからねーほてほてするならないよ、ならないよ、ちょ、用途的には NG なのでカエリの裸もあー用途がもう NG なの、用途が NG も出してるんで、デコボコってだから仲良すぎて本当に付き合ってるんじゃないかみたいな、そう、出てますよね僕、最近ね、あのDM でリョウトさんって実はゲイですかバイですかって言われて男好きは決定してるんですよ決定してるこの時点でね、そうそう、もうこの時点でも女性はいけるのかって質問があっておかしな話ですよね、男は好きっていうのが決定してる、なんか劇場のこのコメント欄みたいなのにも、うん、はい、ガチですか嘘ですかっていうコメントが、まあネタというか芸風がちょっとそういうね、そう仲良しというかね感じになるからね、やっぱ不女子向けというかまあまあ確かにその通りですね、腐った世の中だから腐った世の中だからこそね、うん、スーパーシュプリームさん500先生は若手っていうことで、まあね
だ民謡界的には若手なんです五百先生は金城さん頑張ってますか。いや営業妨害だよ違うよお前すっげえ、ね、違う違うお前一生懸命金城さんは今熊と一緒だからちょっと冬眠してるだけ冬眠してるんだ今冬眠冬眠のちょっと季節違いで今夏前にちょっと寝て、おねんねしてるだけだ金城でも活動してるわちゃんとそうです、ね、金城さん金城さんでも活動してるわ、まあまあまあそういうことでね、はい、リョートと勝利も怪しいって今のりさんコメント来てますよ、まあ、そうなんですか俺とリョート怪しい勝利は、うん、確かにまあ俺ネタにもしたけど、うん、ちょっとまあ、あるよないよ、はいはい、あるあるあるないないない ありまくり同じ匂い感じますね同じ匂い感じるって言ったらもうお前は認めたことになるからこいつも言った今ああ。ふざけんな、勝利さんはどっちって来てる俺ですか、うん、いや俺全然もう女好きですよ早くはい今すぐ行きましょうボーイングステディー、うん、ボーイングステディーだ行きましょうもうやめてくださいよはい、まあ、僕はもう全然あの女性しか行けないし全然女の子大好きも全然急にどうしたの全然女の子急にいつでも全然女の子 OK ですよ もねあの恋出的なことじゃなければもう全然未成年じゃなければ僕も全然もう恋出的なね全然いきますね恋出的じゃなければ、うん、お願いしますよろしくお願いしますねはい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 一発ユーミーさんちょいと早いけどお先にですお疲れ様でしたということでユーミーさんお疲れ様です皆さんも1時間ね本当に全然もうお付き合いください疲れるな本当になだろう復帰戦にしてはちょっとこれ本当にね本当にね頼みますよもうきつかったきつかったですけどうんまた来週からは、はい、通常放送来週こそは通常放送やりますから本当に来ますよよろしくお願いします、はい、クータ進化でした、はいそしてデコボコトライブに来てくれましたありがとうございましたありがとうございましたまた来週バイバーイありがとうございますありがとうございますお疲れ様ですありがとうございましたいや本当に皆さんありがとうございましたありがとうございました本当にありがとうございましたなんだかんだ2人っていうかまあ4人になっちゃってますけど本当に申し訳ないです薄いなありがとうございました。シュプリームさんありがとうございました。ありがとうございました。永田猫さんもありがとうございます。ありがとうございます。ペーターさんもありがとうございます。ありがとうございます。のりさんもありがとうございますね。ありがとうございます。ひろみさんもありがとうございます。かこちゃんもありがとう。ありがとうございます。また来週時間が。